チャンネル登録者数2022人に行くまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもボスペンギンの山中隆俊です。さあというわけでございまして、こちらは、チャンネル登録者数が2022人になるまで、毎日茨城の豆知識を、このチャンネルでアップしていくという企画でございます。というわけで今回の豆知識はこちら。茨城面白研究所。さあ今回私がご紹介する茨城県の豆知識は、日本で一番古い日本が茨城県でございます。というのもですね、地層なんですけれども、茨城県の日立市にはですね、カンブリア紀の地層が発見されております。これはですね、もう約5億年前の地層でございまして、日本最古の地層でございます。つまりですね、もしかしたらですけども、日本で一番古い地層が日立から見つかってるということで、日本は日立から生まれたんじゃないかと。日立が最初にできて、そこから日本になっていったんじゃないかと。つまり、日本が立ち上がった場所、日立なんじゃないでしょうか。ちなみに厳密に言いますと、日立という名前の命名は、かのね、水戸光圀公が、上根山という山の上で、日の出をね、見た時にすごく美しかったと。日の立ち上るところ、領内随一と評しまして、日立になったというのが、本当の理由なんですけども、もしかしたら、日本が立ち上がった場所ということなのかもしれませんね、ということでございます。そしてですね、なんと、萩谷旅館さんという日立市内の旅館ではですね、そのカンブリア紀の、ね、石を使った焼き石風呂なんというのもあります。なんかすごくこう、5億年前を感じながら、体、心身を癒して、癒せるということで、ぜひ皆さん入ってみてはいかがでしょうか。結構上根山とか、登山みたいのすると、普通に5億年前の地層とか5億年前の岩みたいのがありますんで、もうぜひね、登山がお好きな方は、上根山もおすすめでございます。というわけでございまして、皆さんチャンネル登録、高評価、グッドボタン拡散お願いいたします。お願いいたします。お願いします、本当に。もう数字が出たら言っちゃいますけれども、5億という数字なので、ぜひ、5億の方に、登録していただけたらなと思います。そうですね、地球上の約10分の1ぐらいの方々ですね。なんかそう聞くと10人に1人ぐらいだといけそうな気がしますよね。2022なんですけどね。